はい、始まりました。本日なんですけど、今日はミニマリストからこのランキングをお届けで、手放すものが見つかるチェックポイントランキングトップ3発表していきます。よっ、手を片付けたい、スッキリさせたい、そんな方の助けになりたくて8時間しか寝ずに考えました。寝すぎだよ。コンディション良好、最後までご覧ください。それでは早速始めていきます。レッツー、今日はたくさん映ります。だからなんだよ、どうぞ。ランキング発表していきます。言っちゃいます、いくよ。手放すものが見つかるチェックポイントランキングトップ3、第3位は持ちすぎを確認するです。はい、こちらです。多くの数を持ちすぎている、これはチェックするべきポイントです。きっと楽に手放すものが見つかるはずです。おめでとうさん。本当に必要な量より持ちすぎている場合ってありますよね。人によって持ちすぎているものは様々ですよね。私は服を持ちすぎています。私はコスメを持ちすぎています。僕はおもちゃ、最近ハマっているのは電車くん。これはなんだ、電車くんか、電車くんか、電車くんか。コンビニでもらってきた割り箸もそう、お手拭きもそう、ストロー、紙皿、いっぱい持ちすぎているものってありますよね。皆さんだってちょっと考えればわかりますよね。あ、無理か、なめんなよ。すいません。持ちすぎているもの、そこには伸びしろが多い。スッキリさせたいと思っているなら、ここにこそチャンスがある。チャンスでやんす、チャンスでやんす。僕も過去に持ちすぎていました。服持ちすぎ、漫画持ちすぎ、DVD 持ちすぎ、食器持ちすぎ、バッグ持ちすぎ、靴持ちすぎ、エトセトラ。本当にやるぞと思わないと、当たり前にその数必要だなと思うんですよね。減らせるわけないでしょ。そうやって思うんですよね。本当に持ちすぎていた頃の自分は何を考えていたんでしょうね。過去の自分に言いたい、そんなたくさん持ってても意味ないぞ、そんなに持ってても使えてないぞ、増えすぎてるぞ、見直せ。あー、すっきりした。過去の自分に言ってると見せかけて、あなたに言ってますよ。あなたに言ってますよ。怖いぞ。すいません、嫌いにならないで。僕は家にあるものを必要なものまで手放せとは言っていません。一回でいいから見直してみて、一周だけチェックしてみて。はい、これは必要、これも必要、これも使う、それも使う。全残しやめろ、ハードル低いぞ。全残しやめて。心配だから持ちすぎているパターン、好きだからたくさん持っているパターン、なんとなーく持ちすぎているパターン、残しているパターンはいろいろだと思いますけど、冷静に考えてみましょう。これはこんな数必要か、こんなにたくさんあって使うのか、どうなのか。当たり前に必要と思っていた数が多く持ちすぎていると気づけるかもしれません。ねえ、お願い、早く気づいて、お願いします。笑顔だけど逆に怖い言い方、嫌いにならないで。はい、次、手放すものが見つかるチェックポイントランキングトップ3、第2位は使っていないものを確認するです。はい、こちらです。家にある使っていないものなんて簡単にわかるはず、あなたにだってわかるはず。あ、無理か、なめんな、嫌いにならないで。使っていないものを手放す、当たり前、季節物で今は使っていない、そういうこともあると思います。でも1年経ってみて、そのものを使うべき季節に使わなかったもの、そういうものが出てきてると思います。収納を開ければあるはず。ちょっと私全然使われなかったんだけど、私といえば夏なのに、サマーガール、サマーガール。そうやって愚痴をこぼしているものがあると思います。愚痴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 言うっていうか、何年も使っていないなんてこともありますよね。あなたに言ってますよ。言い方、すいません。私は長い間収納で生活しております、全然使われておりません、なんていうこともあると思います。そろそろ片付けませんか。ひどいひどい。皆さんはきっと僕のことを手放したがり男、手放させたがり男、きっとそんな風に思って陰でそうやって呼んでいますよね。陰でそうやって呼んでいますよね。ひどいぞ。僕は手放したがりだから手放しているわけじゃございません。家の問題を早めに処理しているだけ、放っておかないだけ、しまって後回しにしないだけ。使っていないもの持ってたっていいじゃん、そうやって言う人、うちのお母さんにも言いたい。見てないけど、そういうもの持っててもいいよ。でも本当に使わないんでしょ、どうするの。使わないけどこれから何年も何年も持っておきたいの。あ、可愛いね。でも本当に使わないなら、いつかやるなら今やろ、いつかやるなら今やろ、いつかやるなら今やろ、そう言いたいんですよ。使わないならスッキリした方が絶対にいい、大きい家具でもいらないなら早い方がいいと思います。だって今が一番若いから。ピチピチピチ、ももだんだん体的にきつくなってくるよ。もう今年も終わり、1年の締めくくり、これ1年間使わなかったな、持ち物のことも考えながら1年を振り返ってみてはいかがでしょうか。いかがでしょうか。ほーい、来た。はい、今日もこの時間がやってきてしまいました。このランキングも第1位を残すのみとなりました。早速発表に移ります。手放すものが見つかるチェックポイントランキング栄光の第1位は、しまい込みを確認するです。
はい、こちらでーす。収納の奥の底の底の底にしまわれているもの、奥すぎん、かわいさすぎん。絶対忘れているものあるはず、かわいさすぎん。そして使っていないものあるはず、かわいさすぎん。しまい込みもチェックポイント。ちゃんと見直せば手放すものがたくさん出てくると思います。今までにお話ししてきたような、落ちすぎによりしまい込まれてしまったもの、使っていないからとりあえず収納の奥底へ、そういうものたちが収納の中で皆さんのことを待っているはず。私は長い間収納で生活しております。さっきも言ったね。すいません。しまい込まれているだけで分かりやすく手放せるものがあるはずです。そういうものはその気になれば簡単に手放せるはず。そんな、しまい込みすぎて忘れていたけど、1年前、3年前、もっと言えば5年前、10年前なんかに手放せたのに持ち続けちゃったな。そういうものだってあるはず。っていうか忘れてなんてないですよね。実は気づいているはず。知らないふりしたでしょ。あなたのことですよ。言い方、綺麗にならないで。こんな人いますよね。一度ちゃんと綺麗にしまっちゃったし、出すとまたしまうのめんどくさいから出したくありません。そういう方に言いたい。いや、しまうために持ってんのかい。使わずに収納に入れるために持ってんのかい。反省しろ。よし、持ってるなら使おう。服なんかも綺麗に畳んでぎゅうぎゅうに詰めておいているから、前の方のばっか着て奥の方のもの着てないでしょ。奥の方のもの泣いてるよ。狭いよ、苦しいよ、出してよ。恨めしや、いやいや。しまい込みをチェックすれば、本当は手放すべきだったものがたくさん出るはず。驚くべきスピードで問題は解決していく。家をすっきりさせたい、どうにかしたい、そう思えたあなたは素晴らしいです。逃げずにちゃんとダメだと思えたあなた、素晴らしいです。なぜなら、持ちすぎたって買いすぎたって問題と全く思っていない方もたくさんいるから。むしろそんなことを思っていない人が多いから。だけど僕たちは気づけた。そしてこうやってみんなで集まって今問題と向き合っている。僕のこの動画を見てくれている、ありがとうよ。ついでにチャンネル登録とグッドボタンよろしくです。台無しだな。綺麗にならないで。しまい込みすぎているもの、放っておけばそのままにすることもできる。僕たちはちゃんと向き合っていきましょうね。わかりましたか。うんうんうん。反応ゼロ。はい、これでおしまい。はい、いかがだったでしょうか。今日は手放すものが見つかるチェックポイント、持ちすぎているものありませんか。使うものならばいいと思います。必要以上なら減らしてみてはいかがですか。使っていないものありませんか。長い間使っていないなら、はっきり言うと必要じゃないのかもしれません。手放すことを検討してみましょう。しまい込みすぎて存在すら忘れているもの、使っていないと分かっているのにそのままにしているものありませんか。簡単に手放せるものがあるかもしれません。しまい込んで5年後、10年後に片付けますか。使わないけど持ち続けますか。僕は今日皆さんにお伝えさせていただきました。あとは皆さんにお任せします。はい、今日の動画が参考になったよ、私も自分の持ち物を見直してみますと少しでも思っていただけたら、グッドボタンで教えてください。いつも評価ありがとうございます。コメントも嬉しいです。これからもぜひ見てほしいので、チャンネル登録のボタンをポチッとよろしくお願いします。それでは本日は以上です。また会いましょう。バイバーイ。イエイ。